なければ、幹事長質問にも入ります。では幹事長質問に入ります。先日広島港でもヒアリが見つかりました。この件について知事の受け止めを、まずお聞きしたいと思います。加えて、水際対策としての県の今後の対応と、また搬入元の海外に対する働きかけなど国に要望するお考えがあるかどうかお願いします。はい、まず今般ヒアリが確認をされたということですけれども、これは今国際貿易がですね、頻繁に行われている中で、これは国内の、コンテナを受け入れているところでどこでも可能性があることで、それが広島でもですね、実際に起こったというふうに受け止めています。重要なことは国内にはまだ定着をしていないということでありまして、で現状においては水際対策が特に重要だと思っていますので、この対策をしっかりと継続をしていくということ、それによって、定着を防ぐということだというふうに思っています。県としては今後、今環境省が調査実施をしていますけれども、広島市とも連携をしながらですね、今対策なりさらなる調査としてはこのベイト剤を置いたりとか、あるいはトラックを置いたりとかやってますけれども、そういった形で、拡散防止をするということで、拡散防止をするということと、モニタリングですね、今のトラックであるとか目視であるとかいう形でモニタリングを行って、また入ってくる可能性もありますから、しっかりと早期発見をして防御していきたいと思っています。で国への要望については、この、8月の24から25日にですね、韓国のスウォン市で、日中韓3カ国の環境大臣会合が行われていまして、でこの中でヒアリを含む外来種対策の具体的な協力を事務レベルで検討するということで合意をされているようであります。それを踏まえて、それをというのはそういったことがありますので、その検討状況を踏まえて、検討していきたいと思っています。個別にはもちろん今の出島の問題についてはしっかりと調査をしていただくようにお願いしていますけれども、もっとこの一般的なですね、広範なものについてはそういう形になっていますので、その中で対応していきたいと思います。この件に関して質問がある者は挙手をして社名を名乗ってからお願いします。中国新聞の樋口です。ヒアリで、すが、もちろんそのモニタリングとかですね、を続けるというのは非常に重要なことだと思うんですが、中国なんかからやっぱ入ってくるコンテナで今目立っているようでして、その中国からの貿易量というのは相当なものがあるんで、またそれをこう一個ずつ追跡をしていくというのは非常に限界があるという声ももうすでに出てますので、これ岡山県の知事が要望されてましたけども、例えばもうその中国現地からですね、出ていくときにやっぱりその何らかの対策をしてほしいだとか、そういったことをそうしていかないというか、要望していかないと定着をして、移動もするみたいなので定着につながってしまう恐れっていうのはあるかと思うんですが、その辺のお考えはどうでしょうか。まさにそういった対策についてですね、今般事務レベル協議を行うということになってますので、そういう中で専門的な検討も含めて進めていただきたい。我々が個別にですね、こういう方法がいいんじゃないか、ああいう方法がいいんじゃないかと言っても有効性が全くないので、そこはきちんと専門家に検討していただいてですね、それぞれの国でもできることできないことというのもあると思いますから、そういったことをきちっと検討していただきたいというふうに思っています。で日本側として、そうは言っても仮にその、出発地側で対応したとしてもですね、じゃあこちら側がノーケアでいいかっていうと決してそういうことはないわけですよね。
でそれ今 100% 絶対に捕捉されますということはそもそも考えられないので、やはり、日本側でもきちんと対応していく必要があると思います。すいません、もう1点ですね。これは環境省がメインになると思うんですけども、まあ、今2キロっていうのをですね、発見地点から2キロ圏っていうのを一つの、移動のまあ目安としてそこを重点的に監視していくっていう方針を国が示していますけども、はいはい、2キロというとですね、今回の発見地点から2キロっていうと、まあ、川隔てた、まあ、出島の方とか、出島じゃないと吉島とかですね、エヴァの方とかですね、あっちの方までこう入ってくるんですけども、その辺の、どういったところでじゃあ調査をしていくのかというところで、まあ、国が決めることなんですけど、県のもと十分やっぱ地元に精通しているんで、協議を、まあ、市ともですね、市や県とその協議をしていきたいということなんで、その辺のなんかこうどの辺、今港公園とりあえずやりましたけど、他のところでこうやるお考え、とか、その辺の考え方についてお願いします。そうですね、まあ、基本はですね、陸続きというところで当面対応していくということなんだと思いますけれども、上割だけですよね、水越えて、移動できるのはですね、もちろん上割が移動することも頭に入れてやらないといけないですけど、まあ、上割1匹だけが定着するというのはそれなりに大変なことのようなので、まずはこの実力の本人の圏内を重点的に行うということだと理解をしています。でまあ、その中でいろんな港公園も含めていろんな定着しているようなところがありますから、そういったところをしっかりとケアをしていくということだというふうに思いますが、まあ、これまた詳細についてはこれから、調整をして検討していくということになると思います。すみません、確認ですが、今港公園の次にどこをやっていくかとかっていうのはまだ決まってはない段階ですか？次にというかですね、2キロ圏内の、どういう調査をやっていくのかっていうのはこれはまだ決まってないというか、これからで、ただ、まあ、広島市も、公園とか、グラウンドのようなものがありますから、そういったところはですね、すでに、注意をしているというふうに聞いてます。ヒアリは比較的なんていうか、草地とかそれまさに港公園のような環境というか、そういうところのようですので、まあ、そういうところをまず、ということだと思いますけども、まあ、その他どういうところかっていうのはこれはですから環境省と、調整をしながら進めていくということだと理解をしています。はい。この件に関して他に質問がありますでしょうか？では一般質問に移ります。質問がある者はお願いします。NHK 畑です。北朝鮮が今日ミサイルを発射して、まあ、広島県には直接影響はなかったんですけども、まあ、ルートに名指しされていることもあって、はい、今後どのように、まあ、注意されていきますか？まあ、これはですね、まあ、どのようにというか、まあ、今回も、あったようにですね、これはどういうことをやってくるかということはわからない。でグアムへっていうのはこれは我々としてはアメリカに対するアニメで威嚇だというふうに、思ってますので、そのグアムに向けて撃つということがこれであるのかどうかっていうのはこれは専門家も含めてですね可能性は低いっていうふうに見てるところもありますけれども、ただ、まあ、今みたいな別にグアムにまでじゃなくてもですね、何らかの発射するということがありますので、それは常に、注意しておかなければいけないということだと思います。ただ、なんかそのためにですね、この我々がこうなんか監視体制を強めるとか、そういうことができるわけではないので、J アラートを含めて、
このそういった事態が発生をしたときに、きちんと対応できるように常日頃から確認をしておくということだと思っております。それではテレビ新広島です。その件に関してですね、Jアラートという発言もありましたけど、今回ですね、Jアラートが発動されてから4分ぐらいですかね、ここには北海道上空を通過したという話もあります。この間に避難することは非常に難しいという指摘もありますけれども、知事のそれに関しての考え方をお聞かせください。これも事実として、ミサイル発射されたら数分内に、上空を通過していくというような形になります。ですから、その J アラートを、この確認次第、その最も考えうるこの安全なところに避難をするということでありまして、建物の中であれば窓ガラスから離れたところだとか、窓ガラスがない部屋に行くとか、トイレとかですね、そういうのが多くありますけれども、そういったことを取るということしかないわけですね。で、外にいればできるだけ建物の中に入るとかですね、4分あれば近いところに入る可能性はありますから、そういった行動を取っていただく。で、それを、周知徹底をしていくということしかないというふうに思います。この件に関して質問がありますでしょうか。ごめんなさい、ちょっと付け加えるとですね、そういうのも含めて、まず第一に、そういうこの発射をさせないと、特にその日本を標的にした発射をさせない。で、これは日本を標的にしたミサイル発射をするということは、これはもう戦争状態になるということですから、そういった事態に陥らないように外交努力をまずするということが最も大事なことだというふうに思っています。中国新聞の藤村です。関連してですけども、先日日本知事で官邸に行かれて要望などされましたけども、今回の件があってまたさらに緊張感高まったのかなと思ってますが、今後何かアクションを取っていくというようなことはお考えあるでしょうか。それぞれ今いろんな会議がまたありますけれども、今度は中四国サミットとかもありますし、そういった場で引き続き、意見交換しながらですね、国に対してまた要望していくと、内容的にはこれまでの追加であるとか、あるいは先般日本圏で行ったものと変わらないことになろうかと思いますが、そういったことを進めていくということと、繰り返しになりますけれども、適切なこの機器の設定であるとかですね、そういったことも含めた訓練であるとか、その確認ということをしっかりと続けていくという。